洗い方間違えちゃうとこうなります。年末の大掃除みんな社員一人一人持って帰ってます。今日はほぼ日おしゃべり YouTube ゲスト洗濯ブラザーさんに来ていただいてます。よろしくお願いします。はじめまして。洗濯ブラザーさん、軽く自己紹介お願いしてもよろしいですか？はい、神奈川県から来ました。41歳。洗濯ブラザーさん、大丈夫です？年も言うのね。次男です。よろしくお願いします。爽やか。44歳。洗濯ブラザーズ三男です。よろしくお願いします。ほぼ日オフィスが神田に引っ越してきて約1年弱になります。そんなに経つんですね。あっという間、はい、時が経つの早すぎます。早い。1年弱使っていると皆さんの手垢や汗、涙、いろんなものが染み込んでいるものがありますので、はい、はい、そちらの方洗えるかどうか、はい、ちょっと今日ご相談させていただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。おいいです。階段で行きましょう。階段で、はい、まずは2階行きましょう。いろんなものがあるぞ。ぬいぐるみって生まれたりして、中がね、クッションが結構ね、これ乾きづらいと思うんで、表面の汚れを取るっていうやり方があります。おおですか。うちがね、出してる洗剤で、はい、一番すすぎ性がいい洗剤があるんですけど、はい、シルカンドールっていう洗剤をね、はい、使って、と3対1ぐらいで割ってもらって、はいはい、濡れたタオルで拭き洗いっていう洗い方で、もう水にこうダーって入れちゃうと中が乾かないとカビやすくなっちゃう。だから水にガシャって洗いたい場合はもう本当乾燥機能をしっかり持ってないとダメです。なるほど。私たちイージーです。洗えます。あ、はい、洗います。これも洗えますか？洗います。洗います。なんかウール入ってるっぽくて全然洗えます。冬物怖いんですよ。わかります。セーターの洗い方ちょっとちゃんと、そうです。今ここら辺に置いてあるものが、ほぼ日で作ってるほぼ日手帳っていうのがあれ、手帳を洗う？カバー。手帳カバー。カバーか。洗えます。おー財布と同じ要領でね、はいはい、変形しちゃう。水に濡れたら変形しちゃう。ここが縮んじゃったりとかするんですよ。もしチョンってなんか飛んじゃったりした時とか、うん、使える方法ありますか？撥水スプレー最初にやったら汚れないです。それいいですね。使う前にってことね、うん、汚れる前に防ぐっていう、うんうんうん、それもいい。はい、そうですね、はい、ここは結構カフェみたいな感じで自由に。気になる。気になる。どうなんですか？洗えまーまあ、すけれどもけれども、はい、縮んだり伸びたりするんですよ、はいはいはい、なので洗い方間違えちゃうとまっすぐじゃないですか、これが、はい、こうなります。あ、すごいね、はい、漂白しないと綺麗にならないんですよ。なんでもう黄ばんじゃったりとかすぐしちゃうんで、はい、結構強い薬品使ってやったらやっぱりね、寸法が変わっちゃったんですよ。デリケートに洗ってもらった方がいいですね。洗濯機でガシャガシャじゃなくて、はい、デリケートに。服っていうのはどう？服でもいいんですけど、服だけだとやっぱり匂いとか取れないんで、あ、やっぱり洗った方が匂いも取れますし、ホコリ、そういったものもちゃんと取れるっていうね。洗面器一つ大きいの用意して、はいはい、そこに入れて一本一本か。じゃあ一本一本、これ全部一本一本外れるんで、これ一本一本365日いけんじゃないか。これまあだからあれですね、年末の大掃除みんな社員一人一人持って帰ってます。やっぱりタオルとか、うん、この辺だ。そうですね、台拭きとか。台拭きありますよね。手拭き。洗濯機じゃ落ちきれない汚れとかがそのままになっちゃいますよね、うん、洗った気になって。あの油汚れとか、はい、結構つきやすいので、まあ、できれば前処理っていうのをねやってもらいたいのが一つと、あとね温度なんですよ。温度上げないとね、キッチンとかクロスは綺麗にならないんです。洗剤の洗浄力を一番ピークに持っていってあげるのが
温度なんです。へー、お湯ってことですね。そうです。で、お湯で漬け込んで、1時間ぐらい置いとくと、まあ、だいぶ汚れは浮いてきます。これでは落ちないんで、で、最終的には洗濯機で脱水をしっかりやって、すすぎやって、OK なんですけど、その前に1時間ぐらい、ちょっとお湯で洗剤をちょっと入れて、漬け置き洗い。ホワイトでいいのかいじゃん。ホワイトはちょっとめんどくさいんで、スポーツがいいですね。スポーツをちょっと1対1に薄めた液を作っといて、そこの汚れの部分にポンポンポンとかけて、で、ちょっとブラシがなんかあったらトントン叩いていただいて、で、ちょっと10分だけ置いときます。で、それから30分1時間漬け込んだものを、あとは洗濯機で洗う。なるほど。その一手間で結構変わるんですね。プレウォッシュはね、絶対やった方がいいですよね。今日ここのスタジオにいろいろ洋服聞きたいことのまとまった洋服が置いてあるので、中でここからが本番ですね。ここから本番です長かったな。わ、すごい。わ、なんだ。いろいろ聞きたいものを揃えました。デニムとか色とか出ちゃったりしないかなと思ったりで、インディゴはね、必ず水通したら色落ちちゃいますからね。そうですね。どのくらいの頻度で洗ったらいいんですか？これも本当に個人個人でまちまちだよね。僕はもう頻繁にデニムを洗う、うん、やっぱり匂いとか、やっぱり清潔にしたいっていうこの気持ちがすごい高いと思うんですよ、このコロナ禍で余計に。あとはやっぱりその洋服自体って冬物と夏物だったら洗う頻度、冬物の方は絶対洗う頻度少ないじゃないですか。っていうことは夏物の方を洗う頻度多いんで、実は冬物の方が汚れてるんですよ。汚れてなさそうに思ってるけど、実は冬物ってめちゃくちゃ汚れてるんで、適度に洗ってもらうのが一番いいですね。実は一番クリーニングが依頼される中で気をつけるのはデニムだったりするんですよ。そうなんですか。なんでかって言ったら色落としちゃダメじゃないですか。有名なアーティストさんでも P さんとかね、ポール P さん、はい、あの方とかのデニム洗うとき一番気をつけました。すごい、それを洗ってるんですね。洗ってます。すごい、怖かったですけどね色落ちさせたらいけないし、この寸法を間違えてはいけないので、これはちょっとだから手洗いがいいですよね。僕らもデニム用の洗剤作ってるんで、縮ませない、色落ちをさせない、二大巨頭が、なるほど、出てきました、ね、これをぜひ使ってみてください。聞いていいですか？水沢ほぼ日さんの、はい、これコラボ、コラボ、そうなんです、コラボしてて内側が柄になってる、これかわいいですよね。ありがとうございます。あ、来ていただける着画をね、見てください。着画ありがとうございます。メンズショートの M だからいけるね。ちょうどいける。一番ね、水沢ダウンの怖いところはやっぱりその縫製されてない。そうなんですよ、このね、テープなんですよ。そう、ここ全部ね、ミシンの縫い目ないでしょ。部屋がね、ダウンってあるんですけど、はいはい、これがストーンって落ちたら全部ここがモコモコになっちゃう。お腹は冷えん。お腹は冷えないよね。縫ってるんだったら洗えるんですよ。でもテープの剥離って必ず起こりますよね。劣化でね。劣化で、だから僕らは毎年毎年やってるんですけど、今ね4年ぐらいは全然余裕で洗えてます。もうふわふわ。これはね、洗濯機で洗わないんですよ。あ、そうなんですか。どっちかというと最終脱水だけは洗濯機で行うんですけど、あと全部手洗いでやってます。でも洗えます。お家でも洗えます。お家でも洗えます。お家で洗ってます。お、すごい。水沢ダウンの一番いい点っていうのは、そのボンディングの技術が素晴らしいところです。このボンディングの技術が他のメーカーでやってるボンディングとは全く違う、糊の耐久性、ボンドの耐久性がいいので、僕それがなかったら洗わないです。水沢ダウンだから洗えます。はい。あと聞きたいんですけど、首が高いものってここにつくじゃないですか、はい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 、でついお化粧とか、はい、女性の方ここついちゃったりする方すごいたくさんいるんですよ。そういうのってどう落としたらいいですか？これイージーな質問で簡単でしたか？はい、もう今までずっと話してきたじゃないと時間的にはやっぱここの皮脂汚れっていうのは、まあ
お化粧品って、うん、それ石油でできてるものですからね、うん、油ですよ、はいはい、油の汚れだから、うん、プレウォッシュですよ、さっき言った。それでいいんだ。そういうことで化粧落としとくだったりとか。ああ、それで良くない。逆に油染みになっちゃったりとか。そうね、あ、なったことありますでしょ。化粧落とさないになっちゃった分解性とかがあんま良くないんで、洗剤を使った方がいいです。そうなんですね、そうなんですって、うん、しっかり水と洗剤混ぜてね。そうそうそう、原液じゃないよってことです。そう、だからすすぎ性が悪いものとか原液をここにつけちゃうと、うん、ここがかえって輪染みになっちゃう。濃い方がよく効くんじゃないかと思って水の重要性を知らずに。ああ、知っちゃった。怖い顔してる。すごい怖い顔してる。そういうことしちゃうから怖いんですよ、私は怖いんです。そう、知識だから。今日から今日から今日から、いい回、ね、いい回だった。本当にありがとう。いやいや、まだ終わってない。いい回だったじゃん。まだまだ続くよ。最終的にはね、水沢は洗えるし、長くアイテムとしては楽しんでいただけるアイテムだっていうのはクリーニングが推奨します。これもいけるってことなんじゃ。同じように毛の部分フェイクファーなので、うん、あ、じゃあ大丈夫ですね。まあ洗えます。これもじゃあ家で、うん、これと同じような感じで洗えると。こういうのって乾かすときは外干しがいいんですか。水沢ダウンに関してでも他の衣類もそうですけど、うん、部屋干しです。ですよね。外干しじゃないと乾かないんじゃないかとか、うん、部屋干しだったらなんか匂いが臭くなるとか、うん、結構そういう悩みが多いと思うんですけど、うん、紫外線ってすっごい強いんですよ。一番嫌なのは色の変化って一番嫌じゃないですか、うん、もう紫外線でこの半分だけめっちゃ焼けてるの、うん、切れませんよね、うん、だからそうさせたくなければ部屋干し。へー、そうなんだ。で、一番色だけちょっと注意してほしいのはネイビーっていう色が一番色落ちします。ネイビーカラーのものは絶対に部屋干しがおすすめ。黄色とかベージュとか、それは色落ちしないので、それ外でもいいです。白は逆に焼けちゃうことがある。うん、白色で白にしてる場合もあるから、ね、あるから、うん、そう、気なりだったらいいんだけどね。そういう形で僕らは洗い方としてはいかに生地にその水に濡れてる間に摩擦をさせないとか、うん、優しい洗い方を、うん、愛を持って、ね、はい、洗ってますね。よくちだってことが分かったら、うん、はい、全然、ね、何も知らない。後半の動画でいろいろトークしながらもっと詳しい話聞かせていただければなと思っています。はい、ありがとうございます、はい、後半に続く、はい、後半に続く。今日はありがとうございました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。この動画がいいと思った方はいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。コメントも待ってます。では次の動画で会いましょう。バイバイ、バイバイ。あれ長男いた？おるやん。長男先にいたの？ちなみに洗えますか、はい、この長男。長男ちょっと触っていいかな。払うぐらいだね。払うぐらい。ああ、埃を払おうね。そうだね。硬い硬いから払うね。